皆さん、こんにちは。ワダルグルビジです。では、今回は、大戦略、鋼鉄の旋風、日本軍プレイリベンジ、新しく始めていきたいと思います。最後の方のステージ、アメリカ本土攻撃まで前回進められたんですが、もうそこから、どうあがいても攻略ができないという悔しい結果になってしまいましたので、今回は、リベンジとして、一からプレイを見直して、しっかり攻略できるように、作戦を練っていきたいと思っています。では、もう2回目ご覧になられた方もいらっしゃるかもしれないんですけども、一応ここはですね、導入部分になりますので、皆さんと一緒に見ておきたいと思います。まあ、第一次大戦終結後からですね、第二次大戦、これが勃発するまでの簡単な歴史がここにスクロールとして表示されているところですね。まあ、日本としてはですね、どうしても終盤になると、アメリカ軍、まあ、あるいはイギリス軍、その航空戦力の前にですね、冷戦ではもう全く歯が立たないという状況だったので、今回は、まあ、いわゆる海軍機ではなくてですね、陸軍機もしっかり使って、中盤からしっかり部隊を育てていくということをやって、アメリカ軍に対抗していきたいと思います。あと、侮っていたんですけども、やっぱり対空砲ですね。高射砲。これを全く育ててなかったので、アメリカ軍の航空機にやられっぱなしになってしまいました。なので、次プレイするときはですね、しっかりと対空砲も育てて、アメリカ軍の航空機をバッタバッタと撃ち落としていく、まあ、そういうプレイができたらいいのかなと思ってます。では、このままシナリオ導入部分、ご覧いただいて本編へと入っていきましょう。では、最初のステージ、ノモンハン前哨戦になります。ノモンハン南方において小規模な不定なる、モンゴル軍がファルハガーを都会してきたということですね。まあ、このステージ、特に難しいものはなかったんで、しっかりと経験値を貯めて、勝利条件にある大勝利ですね。15ターン以内に敵の司令部を撃破するということを達成して、経験値と訓練値、稼いでおきたいと思います。では、早速始めていきましょう。はい、初期配置の部隊ですけども、まず、この衛兵ですね。この衛兵は、歩兵の上位ユニットになってますので、これ失わないように気をつけましょう。で、逆にここにいる歩兵ですね。2ユニットありますけども、これは、この衛兵へとアップグレードできるようにしっかり経験値貯めていきます。それと、ここにある 150mm の野砲ですね。これも、この 105mm 野砲の上位ユニットになってますので、しっかり育てて、105から150へアップデートしていきたいと思います。その他、ここには97式の戦闘機。で、今生産できる戦闘機、他に何があるのというところなんですけど、97の重爆があるので、97の重爆撃機で、ね、これ作っておきましょう。では、まず戦闘機から前へと出していきまーす。まあ、ちなみに97のこの戦闘機なんですけども、もちろん最弱クラスなんですけど、冷戦と比べてむちゃくちゃ弱いかというと、実はそんなことなくてですね、冷戦って言ってみればこの程度なんですよね。なので、やっぱ冷戦の21型で終盤まで戦い抜くというのは、まあ、ちょっと無謀だったんだなというのを今改めて感じますね。では部隊前進させていきます。このままマップでいう左側へと全部隊進行させていきます。まあ、特に序盤は何も考える必要はないかなとは思いますが、まあその中でもですね、お金をしっかり貯めて、で、ユニットを作っていく。まあ、この行為は継続して行っていきたいと思いますので、しっかり占領しながら画面の左側へと全体的に部隊を進めていきます。作っていくのは97の重爆、97の戦闘機、バランスよく作っていきたいと思っています。で、敵の戦闘機発見してます。I の15ですね。ソ連軍の戦闘機です。これ、撃墜しておきましょう。
まあ、旧型の戦闘機使っていきます。まあ、特に問題はないかなと思いますので、しっかりここは撃破しておきましょう。まあ、経験値をね、少しずつ、そして確実に溜め込んでいきます。では、部隊ですね。進軍させてきて、敵の司令部近くまでやってきました。現在の単数4です。まあ、ちょっとでも経験値多く溜め込んでおきたいので、15ターンで完全勝利、大勝利になるので、そこまで経験値ダメをしておきましょう。まあ、特に、ここにいる、97式の重爆撃機ですね。これしっかり使っていきたいので、敵にダメージを取りながらですね、育てていきましょう。75mm の野砲なんか厄介ですからね。こういうのに攻撃を仕掛けて、確実に経験値ダメをしていきます。105mm の野砲はできるだけ早く 150mm の野砲までアップグレードしたいので、これも積極的に育てていくっていうのをね、念頭に入れて、プレイの方は進めていきましょう。敵も潰しても潰しても野砲出てきますね。この野砲は、まあ再三お話してる通り、早めに潰しておきたいユニットにはなるので、なんとしてでも撃破。優勢的にしていきます。で、97式の戦闘機、ガス切れで落ちるのは避けたいので、残りのガス量を見極めて、早めに撤収ということも考えましょう。97の、重爆撃機はさすがにガス多いですね。燃料たくさん積んでます。野戦砲同士の撃ち合いを望んでいきましょう。75mm の野砲ですね、敵は。これを撃破しています。ここにいる敵の 105mm の野砲、これ少し厄介なんで、戦車で攻撃仕掛けていきます。ではここからはひたすら経験値稼ぎを行っていきたいと思います。経験値を貯めて貯めて、貯め込んでですね、後半にしっかり機能できるような強い軍隊に、強いユニットに育て上げていきたいと思います。では今14ターン目になりますので、ここで決着つけていきましょうか。まあ、しっかり経験値も稼ぐことができましたので、まあ、今回は一番最初のステージということで、より経験値がね、貯めやすいステージだったのかなと思うんですけども、まあそうじゃないところにおいてもですね、まあしっかり経験値ダメを行って、失敗してしまった攻略ですね。これ、アメリカ本土攻撃できるように、準備はね、整えて、いけたらいいかなと思います。とどめは、じゃあまあ、ここは 150mm の野戦砲で刺しましょうか。これで敵の中央司令部、撃破完了です。経験値もそして訓練値もしっかり貯めることができたと思います。抵抗を見せていたモンゴル軍も我が精鋭帝国陸軍との戦力差は否めず、敗走していったということですね。前回はですね、まあ、時間で区切っていっていたんですけども、今回はステージごとに区切っていこうかなと思います。で、アメリカ本土攻撃までたどり着いたらまたじっくり攻略していきたいと思いますので、そこまでは1ステージ1動画ぐらいでサクサクっと進めていきたいと思いますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。今回はここまでにさせていただきます。